小木のはじめは、昭和期の実業家。1924年、関西大学専門部卒業。警察に入り、警察官として勤務し、後に、特攻警察を経て、太平洋戦争末期に、兵庫県警察部のローム係長を辞した。身長180センチメートル、体重95キログラムの巨体。日本製鉄出入りの運輸会社。 富島組に入社市場務となる。終戦直後、GHQ から広島県呉市沖の瀬戸内海に堆積していた、急に本陸海軍の砲弾処理作業を受け負い巨額の富を得る。爆弾を2メートル程度の浅瀬に捨て、処理量を得て、再び掘り出して火薬を抜き去り、抜け殻をスクラップとして、売り払い二重に設けた。 これを元手に解散寸前の採用成功を1000万円で買収1948年社長に就任した。1957年から積極策に転じ資本金の3倍以上の値段の設備をフランスから導入したが高度成長期にもあたり急成長したとされた。1965年の採用特殊成功倒産事件で社長を辞任したが、 数期にわたる粉飾決算、会社からの不正な借入金などの事実が明らかになり、商法、証券取引法違反などの疑いで逮捕、起訴された。一方、関罪人によって民事の損害賠償請求も出され、鹿間御殿と呼ばれた邸宅などが差し押さえられ、一部は売却された。華麗なる一族の万病、大介のモデルである。ありがとうございます。